はい、皆さんこんにちは。榊敦史でございます。4時を回りました。3月は27日のウェンズデーでございまして、さっきちょっと上海動きましたね。どうなってるでしょうか。やっぱりね、マイナス38で、3000円割って2993となりましたね。3000円を切ってしまいました。はい。香港は香港ハンセンはマイナス194、16423と、今日は軟調ですね。今週3000円守れるかと思いましたけども、ですね、まあ今日いくらで終わるの、あ、もう終わったんや。3000円切って終わったんですね。はいはいはい。過去にもね、切ってましたからあれですけども、中国経済の軟調さを示しますね。はい。ドルウォンも今日はですね、ウォンが押されてるんですよね。1350来ましたね。1350.88 というところに来てます。今日は本当力強く押されてますね。途中1回だけ抵抗したんですけどね。抵抗虚しくという感じでございますね。はい。で、本題はこれでございまして、大谷翔平選手。私、別にこれを追いかけてるわけではないんですけども、毎日毎日この関連のニュース必ず出てきますもんね。私はあのヤフーニュースを見てるんですけど、で、ですね、どうも怪しいですね。僕タイトルしか読んでませんけども、昨日ですか、記者会見のニュースが流れてきてですね、いまいち歯切れが悪かったみたいですね。で、デイリー新潮、これは25日に出ている記事でして、アメリカで強まる主犯は大谷翔平、水原スケープゴード説。大谷が移動中に使っていたスマホアプリが怪しい。疑念の背景にはトランプ再選もて、トランプのどこが関係あんねえみたいな。ちょっと触りを読みますね。触り。ドジャーズ、水原一平のドジャーズ解雇騒動が混迷を深めている。アメリカではなぜ、すいません、ちょっと例の広告を5秒間見なければいけませんのでですね、これもう嫌なんですけどね、これね、なんでみんなこれ入れ始めたんだろうね。アメリカではなぜこんな怪しい展開になっているのに、日本人は美談で済まそうとするんだという疑念が噴出。主犯は大谷翔平、水原スケープゴード説が強まっている。背景には米国第一主義を掲げるドナルド・トランプ前大統領が返り咲きそうな機運が関係しているとの指摘もあるんで、どこが関係するんだろう。改革です。日本人にとっては日本の宝である大谷翔平が犯罪に関与しているはずがないという強い思いがあります。ただしアメリカ人の受け止め方は全く違います。こう語るのは現地で取材する日本人記者。アメリカ人からすれば、当初伝えられた通訳に過ぎない水原氏のために大谷が450万ドル、6億8000万円に及ぶキャンプ遊興費を肩代わり、ギャンブル遊興費かを肩代わりしたという美談自体が信じられないという。日本ほど大谷と水谷氏の兄弟愛が報じられているわけではありません。ましてや直後に出てきた窃盗にあったという取ってつけたような言い分など到底受け入れがたいと。確かに後に大谷サイドが訂正してきた、大谷は何も知らずに窃盗されたという言い分が本当ならば、水原氏が大谷の口座のパスワードを知っていて自由に金を動かせる立場になければ不可能だ。そんな不自然な説明よりは、水原氏がスケープゴードにされている、すなわち本当は大谷自身がギャンブルをしていたという話の方がしっくりくるというのだ。と、これが1ページ目で、もうこれ以上読みませんね。理屈から言ったらそうですね。大谷選手、13打席ヒットがなしというふうに聞きます。これ、はっきり言ってね、大谷選手、もしかしたらこの事件でですね、選手生命が終わる可能性があるんではないかと私は思います。日本人は美談で済まそうとしますけどね、ここに書いてある通りは、話おかしすぎるんですよ。6億も出しませんよ、普通。水谷通訳のですね、年収は2000万なんですよ。で、まあ、普通に考えてですね、まあ、水谷選手が引っ張り込んだのかもしれませんけども、大谷さんもご自身でいくらかやってたんじゃないですかね。だって、有り余る金があるわけでしょ。
で、まあ、その、で、その、あれだけの有名人ですからね、おかしなところに出入りするわけにいかないんでですね、で、やっぱりこのスマホでピッ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 やっていたの可能性はですね、否めません。ほんまかどうか知りませんよ。で、もしそれがバレたらですね、もう追放でしょうね。永久追放になるでしょうね。悲しい話ですけど。で、日本に帰ってきてですね、どうなるのか知りませんけど。まあ、とりあえずですね、話がですね、あれだけうまく盛り上がっていてですね、ご結婚発表された直後でもあるのにですね、これはすごいことですね。で、アメリカ人ってね、こういうことをね、うやむやに済ましてはくれないのではないかと私は思います。とことん追求されるんちゃいますかね。こういう時にまたですね、アメリカ人ではない外国人であるということは大きなハンディキャップでありますね。大谷の活躍を面白くないと思っていたアメリカ人は多いと思うんですよ。だってその、体格のいい黒人選手のね、スターが生まれるんであればですね、まあしゃあないなですけど、そもそもチビで、日本人はチビのイメージなんですね。チビの国からあんなでかいのがやってきてですね、2枚目でハンサムでですね、でしかもですね、受け答えが爽やかでって言って、出来すぎてますよね。で、まあ、綺麗な奥さんもらってということでですね、それをですね、何かこう、面白くないと感じていたアメリカ人も多いはずでですね、この件はですね、うやむやには済まされそうな気はしません。まあ、もちろん球団は守ろうとしますし、メジャーリーグ全体としてもですね、守りたいという気持ちはあるでしょうね。でもですね、この数ヶ月以内に解決しなければですね、もしかしたらですね、アウトになる可能性がありますね。非常にアメリカってね、僕ら一般的にこういい加減な国だというふうにこう見えてしまいますけども、実にストイックな一面があるんですよね。もともとピューリタンが作った国なんですよ。ピューリタンって何でもクソ真面目に考えるんですよ。そういう人が今でもアメリカ人の半分以上いると思いますよ。特にヨーロッパ系アメリカ人のね、半分以上はピューリタニズムの考えを受け継いでる人ではないかと思いますね。まあ、日本人はチャラいアメリカ人がイメージありますけど、あれはですね、都市に住むほんの一部の連中であってですね、大多数のアメリカ人はクソ真面目にですね、田舎に住んでるわけです。で、いまだに日曜日に教会に行く人たちもいるわけです。そういう人たちにとってですね、ああいうギャンブルをしていたというのは、これはですね、道徳的には許せないことですね。そのあたりをですね、日本人はまだですね、軽く考えているのではないかと。この事件の推移を見守って、何も知りませんけども、私はそういう、こう、印象というか、を受けましたね。はい。ということで、今読みかけました、新潮ですね。デイリー新潮のこのページを一応貼っておきます。はい。皆さんどうもありがとうございました。